ジュニアと飲みに行った三股又蔵、ジュニアならこのテーマで何話すと聞き、ジュニアが話していたトークをそのままさんま御殿で話し、踊るヒット賞を獲得した。ジュニアと焼肉に行き初めてチャンジャを食べ感動した三股、六本木で自分のお店を開いた際、シャンパンバーでチャンジャを出していた。師匠のビートたけしからもらったお酒をバーでたけしに出し、お代をもらっていた。サバンナ高橋がバーを訪れた際、冷麺とドリンク一杯だけで8000円取られた。ジョーダンズ結成前はコロッケに弟子入りし付き人をしていたのだが、コロッケにより命名された芸名はハムエッグ。ポテトチップスの CM に抜擢されたが、あまりのクレームから数日で放送終了となった。諦めずにチャレンジすれば人生は変えられるんだと思っていただけるように、これまで以上に何事にも全力で取り組んでまいりますと立ち上げた三股又蔵チャンネルは、チャンネル登録者数2万人で2年前から更新が止まっている。そんな三股の父親は医師で、実家は開業医。